でも本当さ、なんかこうやってね、なんかまたね出会えてね、楽しいですよね。楽しいよね。カナダでも楽しかったけど、うん、そうそう、日本でも楽しい。そう、本当にね、本当にミルミルランドさん最高。ありがとうございます。すごい楽しい、本当にね、嬉しい。だいぶ酔ってますね。だいぶ酔ってます。もうだいぶできてますね。だいぶできてるね。千鳥社長のイラストの中ちょっと見てみましょうか、ね。あ、そうですね。体験しましょう。見ましょう。私今日ね、直美さんがね、黒田社長のイラストで寝るということ。あ、でも黒田社長はいませんよ。別だと。ちょっとちゃんとね言っとかなきゃね。黒田社長が譲ってくれるということで。そう。寝床。どれ？ミルミルランド。インターナショナル、インターナショナル、レッツゴー。中見てみましょう。よかった。イエーイ、お邪魔します。黒田社長のお宅拝見。めっちゃ綺麗じゃないですか。なんかいい音楽かかってるんですけど、誰もいないのに。でもなんかちょっと寒くない？寒い。なんかつけよう。うん。ここでなんかいきなり宴会始まってたりして。いい、ね、うん、めっちゃいいな、うん、レナちゃんこっちにね、はあ、じゃあレナさんも今夜ここで、はあ、ここで寝かせていただけます。嬉しい。こうなってる。どう、ちょっと見てみましょう、はあ、私初めてなんですよ、社長の、社長のシャワールーム、トイレルーム、ね、いいじゃないね、うん、そうなんだ。ここがシンク。シンク、うん、やっぱさ、こうシンクと分かれてるのいいよね。いいよ。なんかほら、手だけ洗いたい時とかさ、やっぱりね、シンクはシンクであった方がいいよね。あった方がいい、ね、これがクローゼットかな、ね、これでもさ、なんでここの上に鏡なんだろう。なんでだろう、こうやって見るのかな。いやで、冷蔵庫あって、電子レンジもあるし、冷蔵庫も大きいよ。大きいね。すごい。で、なんかクローゼットあって。クローゼットもあるし、こっち側に。私なんか分かる分かんない。なんか飛んでる。ピンクフラミンゴ。飛んでる。かわいい。かわいいね。へー。いいですね。で、ここがキッチンでしょ。でもさ、これ普通にさ、待って、お前ここにベッドは分かるけど、どこに寝るんだろう、これって。ここでも寝れるし、そっちのベッドでも寝れるし、どっちも行けるってこと、うん、だからここで寝れるか、なら多分警戒すればそこで寝れる。ああ、そうなんですよ、うん、ここで警戒するのめんどくさいから、私ここで行く。でもさ、なんかさ、一緒に寝ましょうよ。え、だ、うるさい。え、抱き合って抱き合って、あそこの同じベッドでなんか、いい加減にしてって感じ。ちょっと寝てみてください、2人寝れるかどうか。寝ます、幅的に。余裕ですよ。じゃなんか、レナさんもっと向こう行ってよって確かに、いびき問題がまたね。そうなのよ。え、余裕。あ、余裕。すごい。いいかも、ね、このまま寝れる。いいよね、このまま。いいっすね、みたいなね。めっちゃ余裕っすね。でもね、あ、音がいい。音がね、いいけどね。うるさくない？あ、もっと小さくすればいいのか。多分。ね。へぇー、すごい。すごいいいじゃん、ね。めちゃめちゃ。やばい、今日ご上機だから。いやー、そうなんだ。私も疲れたもん。でも寝ればじゃあこのままミルミルランド、はい、ナオミ社長と今日一緒に寝ます。寝るで、今歯磨きと、いや、なんでそれ見て、ね、もうジュルジュルしちゃう。ジュルジュルしながらトークします。今回どうですか、久しぶりの日本じゃないですか。うん、そうですね、うん、やっぱりね、日本はね、楽しい。楽しいですか、うん、よかった、うん、でもね、まさかの、うん、レーナさんとここで会って、ね、またね、仲良く寝ちゃうみたいな。ねえ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。そうなんですよ。笑っちゃうよね。まさかね、あのダブルベッドを黒田社長に貸してもらって、もう笑えるのに。女2人で寝ちゃうみたいな。すごい。うん、で、今ね、いい感じで2人ともお酒入ってるんで。なんか見てこれ。ほら。ジャックダニエル。うん、結構飲んだ。うん
でね、ここの中すごいいい音楽かかってる、勝手に。なんでこの勝手にとか、勝手になんかジャズっぽい。歯磨きトークなのに。かわいいって言われちゃうよ。すいません、本当に楽しくこうやって直美社長と今日は寝かさせてもらいます。ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。おはようございます。どうでしたこのエアストの。いや、すごい良かったですよ。なんかね、レイナさんと横横でね並んで寝ちゃったんだけどあのね、布団とかも普通の布団だし、なんていうのかな、あのね、ソファー布団みたいな、そういう感じじゃない、ちゃんとした、な、意味わかる、なんか、ちゃんとしたベッド、ちゃんとしたベッドの、あの、なんていうの、布団の柔らかさっていうか、うん、寝心地の良さっていうか、寝心地良かった、良かったですよね、本当にね。結構あったかかったから、夜中も安心して、うん、で着替えとかも全然、うん、あの普通にこの空気の中でできて、そうだよね、うん、この空気の中でね。そう、なんかね、最初寒かったんですよね、うん、そうそうそう、ちゃんとつけてもらったらあったかくなって、うんうん、で、もうぐっすり眠れました。そうなんですよ、はい、本当にね、なんか良かったよね。なんか良かったんだよねって、エアストリームの、ね、中にいてなんか良かったよね、もうあれなんだけど。っていうのはね、こんなね、やっぱり一応ね、高いトレーラーじゃないですか、うんうん、ね、なんか良かったよねじゃなくて、良かったですって感じ。なんかそんな感じ、そうそうそう、うん、良かった良かった、はい、とても2人で楽しく寝ることができました、うんうん、はい、そしてね、今日は、黒田社長の新しくオープンした展示場に行っていきたいと思います。はい、では、ゆうきさんの方も行ってみます。はい、外に出てきました。めっちゃいい感じの天気です。はい、うわ、かっこいいな、こんなんなってたんだ、イアスト、エアスト。あー、すごい、空が綺麗。釣りの方かな、結構人がいますね。昨日なかった車両がね、結構止まってます。じゃあちょっとご飯行ってみようかな。ゆきさん起きてるかな。はい、すごい、朝焼けがめっちゃ綺麗。ここら辺がいい感じですね。このバイクがあって、そして反射して水面も見えるというね、この感じがすごい素敵です。今日もいいお天気で空が広いです。はい、こんな感じで歩いてきました。とてもね、いい朝を迎えられておりますが、あちらの後ろの方で集まってお話しされている方たちもいます。おはようございます。すごいいいっすね、スケボー楽しそうです。コンさん、お二人歩いてるところを後ろからスケボーでお祈りしますわ。向こうにちょっと歩いていってもらっていいですか。はい、今お湯が沸いてきたので、これからコーヒーを入れていきたいと思います。今朝はね、寒いですけど、でもすごいお天気が良くていい感じです。そしてね、もう子供たちはこれから遊ぼうとすごく楽しそうにしてます。はい、ちょっと蒸らしたのでこのまま入れていきます。着火します。はい、どうぞ。素材に、はい、終わりました。エキさん結構命型好きですよね。そうっすね、命はもう確実っすよね。なるほど、燃やしていきます。はい、モーニングコーヒーいただきます。やっぱキャンプ場の朝はコーヒーです。はい、私もモーニングコーヒーいただきます。はい、
暖かいって幸せです。なんか今日寒くって暖かいの初めて飲みました。いい。昨日エアストで寝てどうでした？いやすごい良かったです。直美さんとゆっくりよく眠れました。めちゃめちゃね、マットっていうか、うん、ベッドマットもよくって、うん、ほんとぐっすり眠れました。暖かかったですし、最高の。結局どっちで寝たの？ベッドの方で2人で。ベッドで2人で、ダブルベッドで2人で寝たんですけど、全然気にならなかったです。よく眠れた。いびきは大丈夫でした？いびきは書いてなかったですね、直美さんは全然。私が迷惑かけてたかもしれないけど、分かってです。みるみるランド。はい、今朝のメニューは焼きそばです。で、焼きそばのお供にスープを作っていきたいと思います。焼きそばはね、ゆきさんが今火つけてくれてるところで作る予定なので、あちらのガスで作っていきたいと思います。で、昨日買った餃子を入れて餃子スープにします。シャンタン、また入れてみました。で、ここにですね、もうこのもち豚、薄皮、肉餃子入れていきたいと思います。浜の子のやつです。オープン。でで、あ、すごい、こんな入ってんだ。40個入りです。あ、でもめっちゃいい匂いする、すでに。じゃあ入れていきます。どんどん入れちゃおう。昨日残ってた野菜も入れていきます。ちょっと火が通るから。はい、じゃあこれで少し温めていきます。火がメラメラと吹きました。味付けをしてます。スープが完成しました。何スープでした？今日は餃子です。餃子スープ、餃子スープ。では餃子スープいただきます。野菜から、なんかシャンタンの味がすごい出てます。これがもち豚肉餃子。うん、美味しい。このプリプリで中にしっかりお肉が入っててとても美味しいです。なぜしゃがんでいるのかというと、椅子が濡れているから。そうそうそう、はい、そうです。レフさんも召し上がってみてください。美味しいですよ。美味しいね。餃子がいい感じ。昨日に引き続き体に優しそうな味わいのスープでした。サッタクロース。サッタさんが、サッタクロースさんが。おはようございます。これは何ですか？はい、フレンチトースト焼きましたんで。わー。よかったら、お裾分けに来ました。ありがとうございます。じゃあ一口いただきます。いただきます。あ、熱々。焼きたてです。あ、焼きたてですか？おいしい。よかった。すごい。では僕もいただきます。さすがサッタクロースさんです。すごい美味しい。うん、いいね、美味しいです。なんかトロトロ。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ焼きそば作っていきます。はい、焼きそば完成。いただきます。うん、はい、ミーティングが終わったので、私もゆきさんが作ってくれた焼きそばいただきたいと思います。ゆきさん、ありがとうございます。いただきます。すごい美味しそうにできてる。これ何人分前ですか？2人前。はい、2人前だそうです。うん、美味しい。いつも元気が出ます。お肉もお野菜もいっぱい入ってて、
モリモリしてますね。キャベツが甘くて美味しい。みるみるランド、これからみんなで記念撮影です。全員集合。おはようございます。この土日2日間ね、ありがとうございます。では、各、支部長さんもいらっしゃいますので、まあ、改めて顔と名前を覚えていただくっていう意味も込めて、支部長さんにもちょっと最後ご挨拶をいただきたいと思います。まずは、ここ静岡、お膝元じゃないな、お膝元って言いそうだったんですけど、お膝元、じゃあ一番多い、愛知県民の森下さん。はい、改めておはようございます。まあ、昨日からですね、まあ、今日と、2日にかけて、皆さんお集まりいただきありがとうございました。まあ、今回ですね、久しぶりのクラブキャンプということで、まあ、大変盛り上がったかと思います。ですね、僕もちょっと、いろいろ、楽しんだんですけども、結局、何が言いたいかというと、まとまってない、まだまだ分かるよ、分かるよ、大丈夫。まあ、今後ともこういう集まりを大事にしていただいて、そうですね、皆さんのつながりをもっと一層深めていけたらなと思いますので、またこういう機会ありましたら、ぜひとも皆さんご参加の方をよろしくお願いします。今日は、本日はですね、皆さん本当にありがとうございました。東日本、皆さんおはようございます。今回こんなに大勢の方にお集まりいただきまして、楽しいキャンプ会ができたなというふうに思って、非常に嬉しく思っております。まあ、初めての方が多くて、なかなか全員とこういっぱいお話ができなかったんですが、まあ、こういう会が今後も続いていって、日本全国にこう友達の輪が広がるといいなと思っております。皆さん帰りくれぐれもこの後キャンプ用品屋さんに寄るときにはご注意いただいて、安全に帰っていただきたいと思いますので、また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。自撮り5ミリ身長伸びない、まあ、態度はどんどんでかくなる。はい、では西日本、福祉部長をさせていただいているコンと申します。初めましての方、今日はようこそお越しくださいましてありがとうございます。まあ、皆さん言っていただいたんですけど、本当にちょっとね、長い間こういう形で盛大にするっていうのができなかったんですけども、やっとそうそうできる雰囲気になってきたかなと思って非常に嬉しく思ってます。で、まあ、これからもこういうつながりっていうのを大事にしてですね、まあ、今まで通りもう2014年ぐらいからこういう形で初めてのキャンプをやり始めてから、もう何回キャンプやってきたかっていうところなんですけど、まあ、これからこういう形が長く続くような、まあ、そういう、ね、皆さんのお力添えをいただきながら続けていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日ちょっとご報告なんですけれども、まあ、一部の方にお話しさせてもらってるんですけど、このカナルキャンプ場、Kワークス、まあ、提携、まあ、黒田社長とね、ここの社長さんと、まあ、仲いいっていうところで、まあ、提携って言っても別に何があるっていうわけじゃないんですけども、実はもう一歩踏み込んだところで僕、まあ、動画クリエイターの仕事、それからここのプロモーションっていうのを仰せつかることになりましてですね、がっつり密にやり合うことやるようになったので、僕通してもらったら何でも通るんちゃうかな。まあ、それは言えないですけど、まあね、柴田社長あんな感じのキャラなのですごくいい方で、まあ、このキャンプ場自体は僕キャンプのこと分かんないんだ、ね、コンさんそんだけキャンプやってきてるんだったらいろいろアドバイスちょうだいよっていうことで、まあ、これから発信させていただくんですけれども、で早速、まあ、動画1本作らせていただいて、まあ、実は僕こういう仕事もしてまして、ここの LINE 公式アカウントを作りました。で、まあ、そこから、まあ、他にもね、K-WAX ユーザーだけじゃなくて他のお客さんとかにもこう広めていく、で、まあ、ここのキャンプ場が盛り上がってくれたら僕の価値が上がるのかなっていうところなんですけど、まあ、ちょっとうちうちのちょっと僕らにも特典欲しいなと思って、勝手にね登録していただいたら 20% クーポンっていうのを今日から使えますっていうから勝手に僕割引きますって柴田社長に、でこの前ちょっとね、お話しさせてもらった時に 10% は引いてもいいよってね言っていただいたんですけど、いやちょっと吉田さんそれ発表するの待ってください、僕ちょっともうちょっと考えてることあるんですけど、うち皆さん集まっていただいて本当ありがとうございます。
まあ、最初はね、まあ、初めての感じということで、ちょっと、本当に人数集まるのかなっていう不安もありながらも、まあ、ぶっちゃけちょっと根回しもしてたんですけど、と思いながら、ね、本当に、たくさんの方に集まっていただいて、それもね、土日ともいい天気に恵まれて、最高のキャンプになったと思います。で、まあ、僕の勝手な、見解なんですけど、このね、クラブキャンプ、オーロラファミリークラブキャンプ。オーロラファミリーキャンプクラブ。間違えたらね。オーロラファミリーキャンプクラブ。で、僕は最初、オーロラファミリーキャンプクラブって呼んでたんですよ。だけど、僕的には、オーロラファミリーのキャンプクラブって呼んでまして、要は、オーロラファミリー、家族。もう皆さんファミリー家族なんですよっていう僕思いでやらさせてもらってます。皆さんもね、今後も、どんどん、オーロラファミリーを増やしていただいて、キャンプ楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。